えー、それでは皆さん改めまして、こんにちは。えー、本日は5月の10日、日曜日、まあ週末の楽旅京町屋からお届けします。さあ今日も始まりました。ほぼほぼ毎日配信、楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へということで、えー、なかなか今、外出ができませんけれども、皆さんにはこのオンラインで、京都から皆さんに魅力的なお話をお届けをして、ぜひ、今日、 ちょっと旅へということで、いろんなお寺神社に触れていただきたいと思います。拍手さあ、あのー、本日は、まあ、母の日ということで、まあ、普段でしたら皆さん、あの、実家に帰ったり、まあ、母親に、まあ、感謝を伝えたりということで、まあ、母の日を過ごしている方も多いと思うんですが、なかなか今年は、ちょっとね、こう、帰省をしたり、まあ、外出をするということがちょっと難しい、今日この頃ではありますけれども、 歴史上、振り返ってみますと、まあ、いろんな女性の方が、まあ、お母さんとして、まあ、この歴史の中でも活躍をしたという歴史がありまして、まあ、例えばかなり振り返りますと、神宮皇后が、お腹の大きな身をものまま出兵しまして、次の第15代王神天皇を生んで以降、まあ、戦いの神様としても崇められたり、またあの戦国時代でいきますと、やはり、 豊臣家の嫡男を産みましたね。えー、ヨド殿が、まあ、秀頼公と母、ヨド殿として、天下人秀吉亡き後に大阪城で、まあ、政治を取ったりと、まあ、いろんな形で政治の表にも裏にも、まあ、この女性の影が、女性の活躍がいろいろあるわけなんですね。日本で最も悪女としても語り継がれる、これ、本当に悪女かどうかというのはね、 いろいろ今本が出て論争が巻き起こっておりますけれども、室町時代の八大将軍、足利義政の妻、日野富子ですとかね。まあ意外とこの歴史の裏に隠れながらも大きな力を持った女性などもいますので、まあそういうあたりでまた女性の歴史的なトークもどこかで旅くじで弾いてみたいかなと思います。さあ今日はですね、楽旅京町や 玄関の間からお届けしてます。ちょっとだけここ、玄関のふすまを開けて皆さんに外の風景もご覧いただいておりますけれども、今日は外はちょっと雨模様となっておりまして、今は雨は止んでるようなんですけれども、先ほどから降ったり止んだりということで、あまり今日はね、優れないちょっとね、お天気になっています。ただね、雨が降った分ちょっと湿気がムシムシとしてまして、今日の京都は26度、 で、湿度もかなり高いと思いますので、まあ、ちょっとね、汗ばむような、まあ、暖かさ、暑さになっているかなと思います。で、薄暗い、これ玄関の間になりますので、まあ、それほど強い照明があるわけではないので、ちょっと薄暗い感じになっていると思いますけれども、まあ、この、薄暗さ、陰影がしっかりある京町屋、まあ、そのあたりも京町屋の風情として、今日はね、ちょっと薄暗い中での、 雨模様の京都からのお届けになりますけれども、まあこれも京都の風情だと思ってね、ぜひ楽しんでいただいたらと思います。さあそれではもう早速、今日の旅くじを引きまして、皆さんに今日、ちょっと旅へと、私も一緒に皆さんと一緒に、京都の旅へと参りたいと思います。さあ恒例となりましたこの箱の中に、今日の旅くじというお寺神社の名前を書いた150近い札が入っています。 これを取ることによって今日のトークテーマを決めていきたいと思います。さあ、それでは、くじ取り式です。さあ、一つ目のテーマは何になるでしょうか。こちらを弾きたいと思います。さあ、続きましては、くじ改め。まずは私が見まして、一つ、二つ、三つとヒントを出していきますので、あのお寺かなあの神社かな 皆さんもぜひ、こう、推理をしながら、分かった人はコメントにパッと入れていただきまして、さあ、合ってるかどうか、京都検定の勉強にも役立てていただきたいと思います。それでは、くじ改めです。さあ、今日の一つ目の、今日一つ目のトークテーマは、神社です。 今から1200年前、長岡京の都から平安京の都に遷都される、その大きなきっかけとなったのが、この事件で世の中に天変地異が相次いで、その荒ぶる神となった、その人物を祀るために作られたという神社です。二つ、 大きく京都検定の本には載っていると思いますが、北の上高野の一つ神社と、もう一つ京都御所に近い上行区の方に一つ神社があると思うんですよ。今日一つ目は、佐原神皇など発所御両とも呼ばれる平安時代を通じて次々生まれました恩陵。これを沈めるためにお祭りをした御両系の神社で、 京都御所のすぐ北側にあります。さあ、一つ目のトークテーマはこちらです。上御両神社ということになります。さあ、皆様、最寄りの駅はと言いますと、地下鉄のカラスマ線、まあ、京都駅から乗る、京都の南北を貫くカラスマ線の今出川駅を越えた次の倉間口駅、 おりますとすぐにこの上御両神社が出てくるんです。この上御両神社は、えー、今先ほど言いましたように今から1200年ほど前平安京の都が作られるその10年前長岡京の都があったわけです。お徳国寺の時に少しお話をしましたがその時に大事件が起こりましてその 都を再び奈良の方へと戻そうとする暗躍をした勢力の黒幕とされたのが新しい都を推進した寒武天皇の実の弟佐原親王と呼ばれたわけなんです兄寒武天皇は弟佐原親王を幽閉し罪に服するようとするわけですが弟の佐原親王は無実を訴え断食を行ってついには 餓死をしてしまうという悲劇の死を遂げてしまったわけです。その大きな事件の中から、沢良神皇が餓死をし、以来、長岡の都では、天変地位が次ぎまして、これは沢良神皇のたたりに違いない。ということで、その怒りが天変地位をもたらしていますから、怒りを沈めるために、沢良神皇を神様としてうやうやしく祭り、 その怒りを沈め、天変地、異病などを沈めようとしたわけです。そうして作られた神社が、この、上御霊神社や、また、上高野、あの、大原に行く手前、八瀬の、えー、あたりにあります、上高野の、えー、須藤神社などが、その、佐原神皇の礼を沈めるために作られた神社と伝えられておりまして、えー、この上御霊神社が今も残されているということなんですね。あの、上御霊神社はそういう意味ではね、 あの、怒りに震え上がる魂を沈めるという、そういう神社ではあるわけなんです。あの、五両というのは、これは、あの、辞書を引きますとね、五両というのは、怒りに満ちた魂のことを五両と言いまして、あの、いわゆる我々が言う怨霊のことなんですが、怨霊を怨霊というとこれ、火に油を注ぎますから、怨霊のことを怨霊とは呼べませんので、五両、 五両とあがめる言い方をすることによって怒りに満ちた魂を沈めようとする信仰考え方なんです。ということで辞書を皆さん開いていただきまして五両と調べますと漢字だけ見るとね非常にいい言葉のように見えますが本来は怨霊という相反することを意味する単語なんです。マイナスの力に強いですからプラスの 五霊という言い方を行って、プラスマイナスゼロ。怒りを何とか沈めようとする考え方なんです。こういう五霊信仰に基づいてできた神社が、こちらの神五霊神社ということなんです。ただね、皆さん、恐ろしいばかりではなくて、それだけの話を聞くと、そんな神社があって、行くのも恐ろしいな、という方もいるかもしれませんが、神様の世界では、 災いを起こすことができるということは、災いを司っていますので、災いを沈める力も持っているんです。災いを起こすも、沈めるも、表裏一体、裏表ということで、大きな怒りに満ちて、大きな災いを起こした魂というのは、逆に言えば、大きな災い、大きな病まで沈める力を持っているんです。 ですから、この御玉をうやうやしく崇めることによって、大きな天変地位を抑え、国家の困難、苦難までも取り除くという、まさに今の、この国難を乗り越えるために必要な、大きな山石詰めや疫病退散、最悪を取り除くのが、この五両系の神社ということを言えるわけなんです。ですから、祇園祭りも五両信仰の一つで、五両祭、 という五両から始まった祭りが現在、祇園五稜へ、祇園祭りとなっておりますので、まあこういう大きな災いということを起こすことができる神は、それを沈める力も持っているという考え方で、京都御所のすぐ近くにあって、この神五稜神社は天皇家のゆかりの神社ともなって、入り口の鳥居から建物に至るまで、至るところに菊の御門があって、五両祭の祭りにも、 大きな菊の御門が入った立派なおみこしが出てきて、京都御所まで、その神様が練り歩くみこしの吐漁が行われるということなんです。皆さんの身の回りで、ちょっとね、カッカカッカしやすい、つまり音量的なね、まあ音量ではないですけども、ちょっとこう、感情が高ぶってね、カッカカッカしやすい人がいらっしゃいましたら、この上御陵神社のお守りを、 お渡しをすれば、心が静まるという、心静めの守りという守りがあるんですよ。そのお守りを渡せば、ちょっとね、普段は格下しやすい人も、すっと心が静まってくる。ちょうど今ね、やっぱりこう自宅で自粛の方が多いので、ちょっとしたことでこう、感情が高ぶったりしますので、今こそこの心静めの守り、これを握りしめて、 しばしこの怒りをね、沈めていきたいかなと思います。あのー、皆さんの身近の方で誰かね、そういう方がいらっしゃったら、その心沈めのお守りを渡していただくといいんですがね、これあの、その人にね、あなた閣下するからこのお守り持ってね、というと、これ、火に油を注ぐことになりますから、それはできませんので、何も言わずに渡す。これが結構大事かなと思います。ただね、もらった人には、そのお守りの刺繍に、心沈めと書いてまして、 その文様がね、血のりがベローン、みたいな炎がね、ゆらーっと言うね、そういうね、怪しげな文様にもなってますので、まあ見たらちょっと分かってしまうかもしれませんけれども、こういう心静めの信仰にあるという上五両神社なんです。そういう厄よけの信仰に熱い神社ですから、道渡った門前には、唐板いたというお店、 お菓子を売っているお店がありまして、水田玉運動。このお店はもう500年前から変わらぬ、唐板という細長い薄いおせんべいのようなお菓子を売ってるんです。厄除けのお菓子ともされまして、500年続く歴史あるお店で、その唐板自身の歴史はもっと古く、平安の頃からあったともされますが、今の水田玉運動さんが カライを手掛けるようになって500年ということなんです。室町時代から続くお菓子屋さんが門前にありますので、ぜひそのカライも味わっていただきたいと思います。あのー、私もですね、まあ、京都御所からも近いこともあってね、よくよくそのあたり、あの、歩いたりするんですが、あの、そのちょっと、東の方に行きますと今は寺町通りがあって、織田信長公の墓のある、あのー、 お寺もありますのでね、阿弥陀寺もありますので、そのあたりゆっくり歩きながら、近くのお寺、神社も散策しながらですね、えー、ぜひ参拝をいただきたい神社かなと思います。はい。さあ、それでは、二つ目に行ってみたいと思います。さあ、一つ目は、ちょっと音量系のお話になりましたので、ちょっと熱がこもりまして、私も、かっかっかしたわけではないですけども、気持ちが上がりました。沈めていきたいと思います。はい。 さあ、それでは改めまして、2箇所目のくじ取り式に臨みたいと思います。さあ、2箇所目はどこが出るでしょうか。あ、来ました。こちらを行きたいと思います。さあ、くじ取り式が終わりましたので、くじ改めに臨みたいと思います。また再び、1つ、2つ、3つとヒントを出していきたいと思いますので、ぜひ皆さんも、あそこかなちょっとね、想像しながら聞いていただきたいと思います。 それでは、くじ改めです。二つ目は、神社、お寺など、そういう歴史的なものではありません。京都の習わしです。京都の習わし。習わしというか、気候です。季節感。 皆さん、京都というと、山に囲まれた盆地で、どういう印象がありますかその、どっちかと、どっちかの、どっちかなんです。二つ目は。意味わかりますかね京都といえば、山に囲まれた盆地ですから、これはもう中学校でも地理で習いますが、盆地の気候の特徴といえば、特徴二つ。夏の暑さと。 冬の寒さなんです。ということで、二つ目のトークテーマは、こちら側です。冬の、冬の、底冷えの寒さということになります。いやー、今の季節からは、ま、反対のテーマになりましたけれども、あの、底冷えの寒さとよくね、京都は言われるわけです。今、これからの季節が夏で、京都は非常にじめじめとして、まあ、全国的にも、 暑い街として知られているのがこの京都なんです。だいたい夏のニュースなんかを見てましても、関東、熊谷とか、あの、北関東のあたりで暑い空気が盆地に溜まって、一方京都も山に囲まれた盆地ですから、夏の暑さが大変厳しいわけです。しかし逆に冬は冬で、しんしんと冷え込みまして、冷え切った空気が盆地から出ることがなく、 底冷えの寒さとなっても、骨の芯まで冷える寒さになるのが京都なんです。あの、この京町屋自体は、夏の暑さ、冬の寒さ、どちらに対策を施して作られた建物かというと、間違いなく、夏の暑さ、これをいかに涼しく過ごすかということをテーマに作られたのがこの京町屋なんです。6月の1日には、建、建具を全部こう、 須戸などに変えましてね、夏の失礼となって、いかに風を通して夏を涼しく過ごすか、これがこの京町屋の工夫、生活の知恵が詰まってるんですが、逆を言えば、冬は、ただひたすら我慢なんです。厚着をして、火鉢などの火に当たって、とにかく昔の京都、冬はただひたすら我慢なんです。まあ、夏の暑さの方がね、もう服を脱ごうにも脱げなくなりますから、 夏の方がやっぱり大変なんです。ですから、冬の寒さは厚着をして、ただ我慢ということで、まあ底冷えの寒さということなんです。あの、京都にお住まいの方はね、本当にもうこの夏の暑さ、冬の寒さ、もう身に染みて体感して、毎年毎年それで暮らしていると思うんですけども、あのー、そもそも、日本、日本という国は、海に囲まれた島国ですから、程よく、 湿気があって、雨が降って、そうして緑豊かで、さらに雨も多いということは、稲作も豊かにできて、季節感がね、非常にはっきりしているんです。春、夏、秋、冬と四季がはっきりしているんです。で、我々日本人はあまりそこには、ああ、感謝だ季節がある こういう国に感謝だというね、気持ちは皆さんないかもしれませんけれども、世界的に見ると、日本は本当に豊かな四季があって、自然が豊かで雨も降って、そして暑さもあって寒さもあってということで、非常に豊かな四季、季節感があるんです。その季節感が、人々の感情の豊かさを生んでいくんです。思い起こせばね、皆さん、春になったらタケノコが出てきて、あー、春だなーとか、 吹きの塔とか、木の芽を食べて、ああ、春になったなとかね。さあ、これから夏になると、ハモが出てきたり、秋は、松茸栗などが出てきたりします。こういう季節によって旬のものが出てきて、それを食べることによって季節をまた感じるんです。こういう気候からも季節を感じるし、食べ物からも季節を感じる。そうして、建物のら礼も変えたり、 掛け軸も変えたり、器も変えたり、すべてに五感で季節を感じる。これが日本人の良さなんですよ。で、これはね、季節があるからこそ、こういう感情が生み出され、その季節を楽しむように暮らしの文化が育まれてるんです。皆さんがアラスカに住んでいるとしたら、ほぼ年中真冬なんですよ。ずっと一年通じて銀世界。 ほとんど緑を見ることがなかったり。食べ物は、油分の多いアザラシなど。肉を食べてできるだけカロリーを消費するような寒いですから、エネルギーがいりますからね。まあそういう肉を食べ、油を取って、アザラシを年中食べたりするんです。逆に、皆さんが赤道直下に生きてると、毎日真夏なんです。食べ物は、熱帯の食べ物で、バナナとか、 マンゴーとかわかりませんけども、そういう熱帯系の食べ物が年中出てくるんです。季節感があまりないといえばないんですよ。常に同じ季節がずっと長く続くんですね。でも我が国は春、夏、秋、冬がね、非常にあのよく季節感が出てきまして、食べ物から、着るものから、建物の室内まで季節感がはっきりと出てくるんですね。 こういう季節がはっきりしているからこそ感情が豊かになるんですよ。皆さんずっとね、冬が続いたら、なんとなくこういう感じになりますね。夏の暑さがずっと続くと、こういう感じになりますが、暑い時もあれば、美しいもみじが散る時期もあって、冬の寒さがあって背筋が伸びて、お正月を迎え、節分で豆をまいてとかね、こういう季節の代わりから、 感情が出てくるんですよ。ですから、年中行事が非常に豊かにあるのも日本、京都なんです。冬の寒さに、春の桜を思い、春の稲作に、秋の豊作を願ったり、今来た季節に感謝をしながら、これから来る季節に願いをかけるという、この感謝と願い、 これが年中行事という、いろんな生活の営みになって、ご節句があったり、尋常寺でもいろんなこう、祭りごとという年中行事が行われてくるわけなんです。これも全てはそういう季節感があって、感謝と願い。 これが生活の中でいろんなことに感謝をしたり、いろんなことに願うようになって、その旬のものを食べて健康を願ったりということになってきたわけなんですね。まあということで、まあこういう季節感がはっきりしている。これがね、本当に日本人の、まあ、感性の豊かさをね、育んだ大元でありまして、あのー、日本語ってね、ですから、大変こう言葉が豊かですよね。英語に比べて単語が非常に多い。 朝という時間帯、モーニングでも、日のの目、明けぼのとか、刻一刻と変わる空の色、景色に、違う単語を生み出していって、それだけ感情が豊かで言葉を生み出してきたわけなんですね。まあそういう言葉を大切にする、日本語をね、慈しむ。これもまた日本人ならではの感性だと思うんですよ。 日本語の中にも季節感がいろいろありますのでね、そのあたりをまたね、いろいろこう学んでいただくと、日本人らしい文章とかね、日本人らしい言葉遣いが、まあ、できてくるんではないかなと思っています。いや、なんかこう、今日の底冷えという季節感のお話から、こう日本文化の総論みたいなね、まあ、そんなところにまでちょっと話が今日は展開しましたけれども、二つ目のテーマは、今日の底冷えということでした。一つ目が、 おどろどろしい上五両神社と二つ目は日本文化の原点を帰り見るようなね、京都の式、日本の式について少しお話をさ,させていただきました。さあ、楽旅通信、ライブ版、ほぼほぼ毎日配信ということで、え今日も午後3時から皆さんと今日、ちょっと旅へということで、なんか今日はもう京都だけではなくて日本の旅に 日本の歴史、日本の文化にちょっと触れるような旅にもなったんじゃないかなと思います。さあ今日はね、この後もちょっとね、まだ雨が降りそうな京都のお天気模様ですけれども、まだまだ夕方から夜にかけてまだ時間がありますからね、皆さんも元気に今日もまだまだ一日をね、過ごしていただきたいと思います。さあそれでは今日はここまで。ということで、最後は皆さんと合言葉を唱えて、ハートに心に元気をチャージしたいと思います。 合言葉は、きっともっと京都を。好きになる。この好きになるのところをね、私と一緒に大合唱いただきまして、手には、好きになるですから、ハートマークを作っていただきましてね。ハートに心に元気をチャージしたいと思います。私の方が、きっともっと京都まで言いますので、好きになる。ここを大合唱して、元気をチャージしたいと思います。それでは行きます。 きっと、もっと、京都を、好きになるということで、今日も午後3時から、楽旅京町屋からお届けしました。ほぼほぼ毎日配信、楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へということでお届けしました。さよならまた明日、午後3時にお会いしたいと思います。 さあ皆さんハートマーク連打で元気をチャージしてくださいじゃあポチッと消したいと思います